座高寺パーキングエリア座高寺スマートインターチェンジ出口を飯田市道2の64号方面に向かって進みます。ありがとうございます。はい、チャーシューワンタン麺とチャーハンと餃子ください。チャーシューワンタン麺とチャーハンと餃子、あとノンアルコールビールもお願いします。ノンアルコールですね。はい、チャーハンスープがつくんですけど、あ、スープなくていいです。はい、ありがとうございます。します。Thank you.
ございました。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。あ、どうも。こんばんは。あ、はい、いいですか。あ、どうもすいません。すいません。お世話になります。本当にいいですか？あ、もちろん。はい。大丈夫ですか？お邪魔します。すごい。スタメンが。あ、すいません。お邪魔します。このスタンドもいいですね。ものすごいいい人生を送ってますよね。奥さんもちゃんと一緒にやってくれるし、おかげさまでね、助かってます本当に。やりますよね。助かってます本当に。なんかもう家族でいいですね。娘さん可愛い。県内出身の選手がパリオリンピック代表です。ね、なんか準備不足で、ね、魚とか今日全然ないんですけど、いえいえ、あるので、はい、大丈夫ですかね。はい。長野出身の小林優太選手がチーム種目のメンバーになりました。小林さん、なんていつも驚いてるんですか。これから伝えてニュース、このようにマスコマラソンも出るしね。今週は外国人の働き手12匹の犬を衰弱させ、だけど親の気持ちはすごいですよね。獣医師免許がない犬5匹、ありがとうございます。あれ山菜あるんですね。タラの根と串油の天ぷら半々でお願いします。なんかタラが少なくて、こし油が多いですよね。うん、でも、どっちともね、多分いっぱいありましたよ。ああ。私は覚えていますか。スワンキエンさん、この日にベトナムから来日しました。日本での最初の仕事はクリーニング業でしたが、気分がある外国人の気分を持ったのは、日本の警察で体験した、唐揚げめちゃめちゃうまいですもんね、ここの。もうね、本当にね、もうあれですよ、もう全然あれですよ、もう全然違う。そんなことないですけど。出方が。でも、もうここの唐揚げは本当めちゃめちゃうまいですよ。びっくりですよ。あの、おじさんのおかげで、
もうその、そんなことないです1回目で唐揚げやってもらったじゃないですか、はい、あれから、はい、もう全然なんかもう、ね、生活も変わりましたけど、そうかってそういうことじゃないですよそのね、生活パターンが量が多くなったので、おかげさまで、ね、いや本当に唐揚げが美味しいはい、すいませんどうぞすいませんこのすごいこの影響力っていうかいやいやいやびっくりですよね本当にすごいなと思ってやっぱりそのお客さんのねこう美味しかったですよとか、うん、あのまた買いますとか、うん、あのことのためにやってますよね本当そうなんですよね本当に本当にそうですよねそれに救われるんですよ、うん、本当にこれまで外国人内容に認めなかった訪問介護サービスにも、ね、おやきの朝から仕込めしすごいですねこれタラの目っすよねこちら気象予報士の山本さんからですね冷え込んだのが野辺山マイナス 4.4 度とこの時期として必要なくらい朝は冷え込みましたねこれは最高日中の暑さ、今日は県内7地点で夏日となっていきました。ただ30度が、はい、この雨なんですけれども、徳島で育ったんですよ。え？だから私はね1回で子供の頃1回だけやっぱなかなか行けないじゃないですか。飛行機乗らなきゃいけないので。え、お母さん？お母さん徳島。徳島の方なんですか？そうなんですよ。あのね。え？バンドエイジによく会ってましたよ、あのよくすれ違ったって言ってましたどこの高校って言ったかな小松島なんてありますか小松島、僕小松島高校です確かにそんなこと言ってたような記憶があるんですよ、めちゃめちゃ地元ですよね、だとしたら小松島だとしたらめちゃくちゃ地元です。あ、そうなんですか、はい、だって僕小松島高校なので。あ、そうなんですか。で、生まれ、ね、僕の地元はその隣町なの。うちの母もね。え、失礼ですけど、お母さんはどういくつなんですか。いや、もう85です。85ってことは、うさぎっすか。じゃあ、うちの母、父親と一緒です。あ、そうなんですか。はい、で、僕もうさぎ年なんですよ。あ、そうなんですか。はい、86ですか。85です。5ですか。この間5になったんですよ。この間の5月で、うさぎ年ですよね。うちの親父と全く一緒です。あ、そうなんですか。え、マスターおいくつなんですか。マスターはね、今年55、うん、うさぎだよね。なんせね、そのバンドエイジをよく見たから、はい、よく聞いたんですよ。面白かったんですよ。でうちの姉ちゃんは基礎に嫁行ったもんで、要はもう基礎に、ね、あの、もう、で、その姉も、やっぱ亡くなっちゃったんですけど、基礎に嫁行って、なんかあの、あれはどこにあるのかな、あの、基礎福島トンネル、はいはいはい。あのね、トンネルのすぐ下に住んでた。マジっすか、うん。うちの嫁だからもう、福島の隣町の、あ、なんかちょっと向こう行った方ですね。揚げ松とかなんですか。揚げ松の方、はい、ね、え、めちゃめちゃなんかデスってありますね。そうだからね、動画見てたら面白かったんですよ。ジムビームのハイボールと、ね、はい、あとチョリソウインナーです。チョリソウね、はい、はい、あ、どうも、はい、はい、若見さん、お、奥さん、奥さん、あの、お、お若い奥さん、もうすごい年ですよ。え？びっくりした。お、言ってますよ、年。じゃあんなことないでしょ。もう動画でなんか年上暴露したらまずいけど。私は野球は好きなんだけど、うん、見るのは大好きだったんですよ。だけど自分でできるかったら全然できないです。そうなんですね。うんとね、お客さんには甲子園まで行ったんじゃないかと言われる。なんかそんな感じが。何やってたんですか。
遊んでました。だから、ね、中学の時はサッカー部だったんだけど、結局卒業するまでねルール知らなかったサッカー部の。松島西田そうです松西もう隣校です隣校はいでまあ大体帰るっていうのはそういう混む時期なんで あでも夜出るんですよ そうですね夜通し走るんですよなんかあの動画見てると面白いですもんねあの家族で勉強は、はい、だけど本当にさんとも仲いいですよね、うん娘さん反抗期ないですよね、うん、私はあの今回キッチンソープを務めます、はい、で今日は私実際に取材に行ったんですけれどもとってもいい雰囲気でしたよ、はい、時間とか言ったもんじゃないですか、はい、午後1時55分から生中平成だったの31年だから、うん、ていうかこれ今やめたらもう仕事がね、そのうちに嫁さんが来てあ、そうですか、うん、で、乗るのが夢で、うん、これであの、大西さんあの、ま、海外旅行に行けますように面白い、またほんとに面白くなってますねね大西さんとのカナビが面白いじゃないですか確かに魅力ですよね、もうあ松本空港からだってあの、ビールはコップ一杯ですね。ジョッキで一杯なんて言ったら多分俺やばいですよ。多分自分が誰だか分からなくなると。バーッと食べて、はい終わりみたいな。飲めると誰だらやるじゃないですか。やりますね。飲まないから、バーッと食べて、肉食べて。すぐ食べちゃう。いつも言うんですよ、これ。うちのバーベキュー早いな、終わるのが。であれも飲めたらテーブルの上に酒が何にもないんですぐ終わっちゃうんですよだからあのお兄さんの動画見てるとものすごく羨ましいんですよいつも気持ちよく酔っ払ってるじゃないですか、はい、何でも飲めますよね何でも飲めますねあこれおかわりもあっていいですか同じですねだって自分で行くしかないですよね、うん、会社みたいにもう尊敬ですよね、うん もつ煮と唐揚げください。麦のソーダ割り。Thank you.
食べれます？うわーえこれすごい。あもし本当に食べれなかったらバッグとかありますか？ありがとうございます。レモンサワーもらってもいいですか？めちゃくちゃ幸せですよ。はい。本当に本当に松本いいと思います。あ、あ、お会計します。ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。週間予報です。日曜日は北部中部は午前中晴れますが、午後は。お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。体に気をつけてくださいね。本当におばあちゃんなんです。おばあちゃん、本当におばあちゃん。やばくないですか。おばあちゃん。おかしい。おかしいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうですか？ごちそうさまでした。お願いします。